です。今はね、出番、DJ、久しぶりに現場があって、2年ぶりぐらい、最後やったの新宿のワープで2年前ぐらいで、久しぶりの現場で、まあ今出番30分前なんだけど、30分前何してるかっていう感じで、今、急遽回してます。まずね、部屋、まずはホテルなんだけど、ストロングね、ローソン行ったっけ？ 3 号も、500も売り切れてて、何このいじめ、新たないじめみたいな、なんか一応鬼レモン飲みながら、まあ自分じゃない自分に会いに行くから、ね、なんか、こう、まず酒飲まなきゃね。できないから。まあまずシャウトを考えるよ。曲は全部考えてないんだけど、シャウトって最初に DJ との紹介みたいな、何行こうかみたいな、レペゼン、懐かしいが、レペゼンチケット例えば。イエ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 イ、会場の皆さん盛り上がってますか？どうせー、調子どうよ、わっさわっさ、レペゼン地球が、進行。紹介する、なんか、なんまらやべえ DJ!DJ、チャチャーです、チャチャチャー、バカバカ。DJ、りょうちゃん、みんな知ってる DJ 両手は、絶対知ってる DJ 両手は、そろそろ会場ぶち明かす。まあ曲の流れをまだ分かんないんだけど、こんな感じで決めてて、本番まで全然ある程度は揃えてるけど、全然決めてないから、あの現場の流れを見て、まあ何にしようかなみたいな感じなんだけど、まあ本当もう30分前だから、まあ、めっちゃゴリゴリのヒップホップイベントなんだよね、今日ね。で、ゲストが MC カン君で、めっちゃヒップホップなんだけど、箱もめちゃめちゃヒップホップ。もう、だから俺は絶対に今日決めてることがあって、TWICE かけるって。まあこんな感じで、まあ会場の30分前、あの光景、まあ酒飲みながらある程度のイメージ膨らまして、やるって感じで、本当現場久しぶりだからめちゃめちゃワクワクするね。でこれからはちょっとね、いろんな街に行きたいんで、まあどんどん呼んでほしいんで、まあちょっとまた更新するんですけど、まあちょっとやっぱり久しぶりだから緊張は今してるね。とりあえずもう、まあ、あと20分か。とりあえず、行ってきます。